はい、真ん中の人、百恵さん、そうです、これが百恵さんです。百恵さん、こちらが百恵さん、はい、すあれですね、あの弱そうですけど、伝説の伝説の人です、ね、この人弱そうですけど、声すごく可愛かったです。そうでしょう。前回の生放送では本当に触りしかプレイをお見せできなかったので、まあ、今回はですね、あの、まあ、PV にもあったスキルの部分であったりとか、あとあの皆さんおそらく気になっているであろうファセットの部分等もいろいろとお見せできたらなと思っています。本当だよ、今回前回見せられなかったんですけど、ファセットの切り替えっていうのをすごくこだわり抜いてますので、そこをぜひあの見せていただき、あ、見ていただければいいかなと思ってます、はい、あのファセットって何ですか？うん、もう百鬼兵が姿も能力もそれぞれ変わるんですよ。ああ、これがファセット、これがファセットです。右下のところがそうです、変わってる、あ、チェンジチェンジって感じ。これ武器が変わったりとか、武器もそれぞれ変わるので、全く違う戦術をあの楽しむことができます。まあ、これでいうとこいつ剣がすごい強いんですけど、これで攻撃すると3とかの武器を取らなくて、この敵さんが、そうです、この敵さんには剣には強いんですね。そうです、そうです。でそうなった時に、じゃあこいつの弱点は何だろうっていうのを、うんうん、まあ、試案してもらって、でここでちょっとスキルも見せちゃうんですけど、こういうスキルであったりとか、めっちゃ強いですね。ああ、ちょっと拾っちゃいましたけど、今のですごいいいアイテムが落ちたりします。で、こいつ、このファセットも何でしたっけ？パワーフォートレスっていう、はい、こいつだとちょっと今これドンキっていう技なんですけど、うんうん、技と武器なんですけど、はい、が食らわなかった。ああ、ピヨってます。早速こいつがですね、魔術師となってます。あ、今のこの、そうです、そうです、こうなんですか、魔術も使えるんですね。ちょっと見せちゃっていいですか？え、いいんですか？いや、どうしよう、命令してください、命令してください。魔術を使うのじゃそんなキャラなんですか、アマリエ。アマリエはそう、違いますね。全然アマリエのあの字もなかったですね。びっくりしましたね。どうしようと思って、はい、魔女のイメージでした。まあ、ちょっとアマリエは大体お願いって言って、ちょっと、わざと失敗しました、今。わざとですよ、全然。わざとそういうところ見てみたいですからね。ああいう風に油断してると、ああいう風に死んじゃうよってことを見せたかっただけです。全然わざとです。死ぬ時どういう感じになるか見てみたいですからね。そうです、なんか今死ぬ理由がなかった気が。僕もただ、ちょっとびっくりしました。思わず集中しすぎてましたね。はい、やっぱマップすごいいいですね、なんか独特のなんか幻想的な感じがしますよね、はい、これ一応森の中でも、あの冬の森っていうテーマです。あ、今のマップは、はい、でもう雪とかもちょっと降ってはいる、ちらちら見えるかな、全てあの PS4 ですも兼ねてなんですけど、見た目はすごく綺麗になってるので、ぜひあの体験していただきたいなと思ってます。でちょっとね、あれですよね、ちょ実際のゲームのちょっと進んだデータ。あー、そうです、うん、これはそうですね、ちょっと強い、周りもで、ちょっとね、レベルとか書いてありますもんね、レベル出していいですか？お、はい、ぜひ。でですね、このファセットは魔術師となっておって、はい、ちょっと隙はすごく多いんですよ、はい、で、どう隙が多いかを見せたいんですけど、はい、ちょっともうマゴマゴします、マゴマゴします。今いいですか？いける結構炎症に時間がかかる。そうなんですよね。で、それを出すためにこう、例えばもうトーチカっていうのを出しちゃいますけど、このデコイモっていうトーチカを出すと、みんなあいつに向かって行くんですよ、はい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 、それを出してる間に、あ、本当だ、騙されてる。そうです、トーチカっていうのはなんか、あれですよね、分身みたいな。そうですね、はい、前作やられ放題されてますけどね。ああ今アイテム使いました。ただもうすっごい腹立ったんで一掃しますけど、ね、でもなんか爽快感伝わってきますよ。もうほんまね、すごくもうヒーってなりました。ヒーってヒーってなりました。ディレクターの本気ですよ。ヒーってなりましたわ。すごそうな技がどんどん、はい、引き出されてますけど、ほんとね、こんなことになるとはね、僕思ってなかったです。ほんと説明しながらのプレイの難しさっていうのを、いや本当に難しいですよね。はい、体験します。本当今 AP がなくなってます。 AP がなくなった時とかは、 AP って何ですか？あのアドレナリンポイントって言って、スキルを使うためにあの必要なポイントとなってます。で、基本的には、敵を倒したりとか攻撃するだけで回復はしていくんですけど、今ちょっと待ってられないので、はい、あのアイテムをちょっと使わさせて、AP 回復、コリコリニンニク、100% 回復、それで100%回復しました。そうするとね、もう本当こんなやつなんで、こういうアイテムは倒してる時にもらって拾ったりとか。あ、そうです、そうです、そうです。もうね、
難しいですね。もうね、魔術はね、結構ボス戦とかでも使えるんですけど、ちょっと攻撃力は高いけど隙も大きい。そうなんです、そうなんです。っていうのを伝えられたら、僕はもう今日の仕事終わり。いやいや、まだあります、うまく伝えられてないと思います。そうですね、僕ももうちょっと練習していけばよかったです、本当に。では、まあ、結構前作からファシストは、三沢もやってみていいですか。僕が今すごくハードルを下げといたんで。いや、でもディレクターでも死んじゃうレベルの強さですよ。死んじゃうレベルの強さなんで大丈夫ですよ。いや、私がどんなプレーをしても大丈夫だと。大丈夫ですよっていうことをお伝えしたかった。初心者の三沢でも、はい、K シリーズ初心者の三沢もできるか。そうです、そうです、できますよきっと。どこで攻撃でしたっけ。わ、四角ボタンで攻撃です。で、はい、今ちょっと敵のオーラが出てると思うんです。オーラ、何ですか。なんか光ってます、ね、超人なんですか。超人ちょっと強いんですよ。その代わりいいアイテム落とすんで、ぜひとも倒してほしい。頑張れ、頑張る、頑張ります。ハクスナーの部分が強化されてるんで、なんか強いことしたいんですか。あ、ちょっと痛いです。強いことを、あ、でも倒せました。あ、ご利用しですね、ご利用しで。強いことは、はい、R ボタンを押していただくと。 R って2つあるんですけど、ボタンが1ボタン、上の R です。 R1、 はい、そう、この人はでもそうでもなさそう。そうでもなさそうなんで、試し切り、強そうな試し切り、試し切りかもでいいかもしれない。つまんない。試し切りで君の命を使うけれども、強そうな人はいないかな。人ではないな、強そうな。ちょっとここで試してみません。え、何をですか。 R ボタンで丸を押していただくと。 R ボタン丸、うわ、僕より上手いっすね。すごい、びっくりしました、本当に。あ、今スキルが今足りない。今のクールタイムって言って連発で出せないようになったので。そうなんです。ただ他のスキルは使えるんで、例えば R 丸とかじゃなくて R 四角とか。 R 四角、今の先行切れている、すごい攻撃力、ダメージが大きい技です。大きいですね。すごい、すごい、気持ちいいですね、かなり。いい音が鳴ったと思うんですけど、はい、エピックっていういいアイテムが落ちましたよっていう。今拾えました。拾いました、大丈夫です。拾ったんですね、はい、自動で私は拾っていた。あれ、ピンクの文字のアイテムは結構貴重なんですか。上から2番目です。上から2番目、上から2番目です。あ、もっとすごいのがあるんですね。もっとすごいのは本当にレアなので、もう本当落ちたらすぐ死なないように、死んだら失っちゃうんで。あ、そうなんですね。右上のマップのアイコンがちょっと濃くなってる方向に進んでもらえると。アイコンがちょっとね、見づらいんですけど、ちょっと濃くなってるんですよ。どちら方で見るんですか。逆です、逆です。そっち方面です。こっち、こっち、戻る、戻るです。はい、そっち方面まっすぐ行ってもらったりです。戻って、アイコンが、アイコンさんどちらに、あれ、ここら辺に、はい。まあ、基本的に敵が移動方向に進んでもらえれば、それが行ってない道だと。強そうなります、ね、再生するバックヤード。バックヤード、何タイプで来ましたよ。あ、なんかあれ変えてみたいんですけど、体、R2 と L2 で切り替えることが可能なんで。頑張れ。あ、切り替えましたね。すごい。あ、ピヨ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 してるときどうしたらいいですか。ピヨピヨしたらそれで合ってます。もうわーってやってくれたり、わーって。何でしたっけ、必殺技。必殺技は R ボタンを押して、好きなボタンを押してる。ちょっと R、 R、 ちょっとやめて、ちょっと再生しないで。三沢さん、はい、三沢さん、もう三角ボタン押してください。なんか強い。押さずに倒しちゃったんだよ。押さずに倒しちゃった。見せたい。反対です、反対です、反対、はい、はい、ぜひね、ちょっと今見てる人にはちょっと、そうでしょう、いや、これ出したいぞって思えるぐらいの出したいんですけど、ね、そうでしょう、もうね、僕もね、どこにいるんだろう。あ、頑張れ。強そうなのいますね。ちょ、いますね。闘魂のバックヤード。もうバックヤードさんしかいないのかな。ちょっと三角ボタン押してくれません。え、三角、はい、え、押しっぱなし。うわー、どうした、はい、そして、どうしたどうしました。で、今回初公開の証拠です。そう、これが第3の目っていう、すごく強化された状態になってるんで。あ、足も速い。足も速くなって、攻撃力も防御力も高くなってます。で、ちょっとでも体力がもうちょっと落ちましたけどね、もう。はい。え、 L1 になんかオペっていうのが出てきたんですけど、はい、オペタイムっていう、そうか、魔女病、そうです、あれを治そう。ちょっとオペタイム。すごいよく分かったことは、あのタックル野郎すげえ鬱陶しいってことがよく本当になんか失っちゃいましたけれども、はい、オペタイム見せてください。オペタイム、はい、わかりました。ぜひお願いします。オペタイム、オペタイム見せて。オペタイムっていうのは結構、はい、もうね、こんな限界になるかなっていうぐらい死にそうです僕。オペタイムってなんかすごいエフェクトとか出そう。そんな出そうでしょう。こんなに出てくるんだもん、はい、わざわざいますぜみたいな。
もう今日これ見せれるかどうかで僕本当今日無事に会社帰れるか決まるんです、はい、もう岐阜に帰れるか本当岐阜に帰れるかどうかですよ、はい、本当に今のところ帰れないですね。今帰れないですよ、ね、マジで。今もうだいぶやばいなと。厳しい。だいぶ厳しいですわ。ちょっと待ってください。そのオペタイムになる条件って何ですか？はい、とりあえず5回目の攻撃を当てたらいいです。5回目の攻撃で、でその時点で、判定あの L1 ボタンっていうのが出るんで、はい、出ますね。それで L1 押して当てたら、うん、とりあえずそれで出ます。ただ失敗と成功があるんで。え、そのどうしたら失敗と成功？ HP が減っていたら成功しやすい、はい、相手の結構下げてからのオペ。頼む出てくれ。出た。オラ出た。あ、帰れる。帰れる。帰れる。これですごく恩恵があって、うん、はい、もう敵の魂を吸い取るので、はい、カロリーも。カロリー。あの左上に40って、はい、減っていく数値あるじゃないですか。左上40。あれがなくなると、はい、あの100ケチャ死んじゃうんで。あれ HP と別にあるんですよ。 HP とは別にあるんですよ。じゃあ HP も気にしつつ AP も気にしつつ、あの38って今書いてあるところも気にする。そういうことです。大変。そういうことです。38が下がってきてますよね。きっと100ですよね最初。そういうことです。どうするんですか、どうするんですか。で、はい、オペタイムをしてもらうと回復します、はい、おー、オペタイムいいタイミング出さないと。そう、すごく貴重です。 HP があってもお亡くなりに。お亡くなり。ちょっと気にするところが多いですけれども、なんか楽しそう。こんな気にしてもらうところも本当、うんうん、カロリーだけで大丈夫です。カロリー、HP の方が重要かな。まあ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 、そのあたりです。です割とあるじゃん、まあ、左上のあたりをちょっと気にすれば大丈夫です。気にしてください。で今、はい、ちょっと AP が120ってなってる、はい、あ、本当だ、伸びてますよ。100でしたよね最初。素晴らしい。何をしたんですか。あれはオペタイムで限界突破を、うん、限界と。なのでオペタイムをすることでスキルも出せるようになりますし、カロリーも回復できるし、はい、オペタイム様様ですね。オペタイム様様です。オペタイムのおかげでなんか、はい、そうです。強いそうな人がいっぱい来てますね。そうでしょう。これもうこれじゃなくて僕死ぬやろうなと思って。もう早くもう実機プレイを終了したい。死ぬ死ぬ死ぬ。あ、また帰れなくなりましたけど。多分ボーナスにも響きます。完全に響きますね。めっちゃ怖い。なんかレア失いますね。そうなんですよ。これでアイテムを失うんで、はい、本当ね、死んだらダメなんですよこのゲーム。あ、死なない方がいいんですね、はい、やっぱり。死なない方がいいです。死なないように強い。